建築現場や航空機、船舶の組み立てにおいて、これらのロボットが人に代わって実際に働くことを夢見ております。これはあのいろんな作業現場ですね、例えば工場とか物流ですとか介護ですとか、皆さん自分の体を使って仕事をするときに腰を痛めたりとかする。それを助けていつまでも活躍していただいて、健やかに暮らしていただけるように作ってきました。